チャンピオンになりました。新日本プロレス春の最強戦士決定トーナメント、ニュージャパンカップ。20回目を迎える今年は28選手がエントリー。負けたら終わりの一発勝負で頂点を目指し、決勝戦の舞台 3.20 アオーレ長岡で今年の春男が誕生する。そして優勝者は4.6 両国国技館 IWGP 世界ヘビー級王者内藤哲也に挑戦。新たな時代で新風を巻き起こせ、ニュージャパンカップ2020。